ニオールは、フランス西部、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏の都市である、ルーセーブル県の県庁所在地。ニオールは、県南西部、セーブルによるテーズ菓子にある、緑のベネツヤと呼ばれる湿地、ポワトバン湿地の入り口にあたる。ニオールの名は、ラテン語化された、ケルト語名称ノーブユイトムに由来する。ノビオとは、新しい、リとトマイナスとは、鳥で、よって、新しい鳥でを意味する。 ニオールには新石器時代から人が定住していた。アキテーヌと同じく2世紀には西豪都族に征服されるが5世紀にはフランク王国支配下に入った。6世紀以前の記録については詳細が不明である。町はボアティーハクに依存した。アリエノール・ダキテーヌがルイ7世と結婚すると彼女は持参金としてフランスにニオールをもたらした。しかし、 アリエノールの再婚によって、ニオール領主はイングランド王国のプランタジネット家となった。1203年、アリエノールは、ニオール住民に特権を授けている。彼女の再婚相手ヘンリー二世と三男である。リチャード自死親王は、カルカソンヌの二倍にもなる2800メートルの城壁をニオール防衛用に築いた。しかし、現在目にできる城壁跡はわずかである。 100年戦争中の1360年、ブレキニー条約によって、フランスへ復帰した。それに先立つ1285年に自由行とされ、経済発展が始まった。同ファン、ルイが父シャルル7世に対し起こした1440年のプラゲリ反乱において、ニオールは同ファン側に立った。ルイは本営をニオールに置き、数々の特権を与えた。14世紀。 織物業者と性格業者がニオールの名声を高めた。中世後期、ポア・トゥー・ハクでもあったベリー港、ジャンの命令で港の掘削が行われ、コミューンは大西洋と直接つながった。港には塩や魚、小麦、羊毛、そしてリネンや革製品を積んだフランドルやスペインの船が停泊した。ユグノー戦争中、ユグノーの街なったニオールは、 カトリック同盟軍との戦いの地となった。1627年にニオールはカトリック同盟軍に降伏するがユグノーたちが多く残留した。隆起兵による強制改修が1668年に始まり、1685年までに自由を求めたユグノーたちがカナダへ脱出していった。このまもニオールはカナダから輸入される毛皮の主要貿易港であり続けた。しかし、 なんとの直令廃止で、対カナダ貿易が激減し、ユグノーラによる産業の調落を引き起こした。詳細は、カテゴリー、ニオール出身の人物を参照。ありがとうございます。